簡単に言いますと、まあ、お客様の前で切ったり焼いたり、煮たりっていうその料理の技法を目の前で見せて、それを仕上げて提供するスタイルが割烹スタイルだと思います。はい、随長ヘッドシェフの、木野本です。経歴の方は、日本で和食に携わって、大体28年ほどやっております。カウンター仕事なので、お客様の好き嫌いニーズに合わせるように、同じメニューの中でも一人ずつ少しずつ、お客様に寄り添った、お料理を提供するように心がけてます。新しいメニューを、考えるときは自然ので自分が感じた感動、そういうものとか美しいな、綺麗なと思った、風景、そういうものを取り入れてお皿に表現する、まあ、そういうことを心がかけて、メニュー作りはします。一番重視するのはシーズナブルの食材、あとは美味しい、安全、新鮮。これからの目標、まあ、とりあえずお客さんに喜んでもらう、楽しんでもらう、その中で、まあ、日本の文化、日本の割烹料理を少しでも知っていただいて、日本をもっと馴染みに思ってもらう、それが、まあ、一番の目標ですね。